はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマーベルスナップやっていこうと思います。ということで、ね、行きましょう。さあ、相手見つかる。ロケーション一つ目、カマルタージ。なるほどね、1コス動けない。まあ、カマルタージに、おーっと、2枚。あー、ジェシカ、なーにやハート。ちょっと待って、まずいね。結構重要な2枚が切られた。ドリームディメンション。結構重要な2枚が切られたよ、今。これどうしよう。ちょっと、未知のフィールドにシニスター出すのにかける。ガンマラボとか来い。ガンマラボとか来い。を書き換えてきた、真ん中。スタックタワー。ボタン終了後、この、あー、しまった。真ん中出しのが良かったね。そうなると。あー、しまった。これは、これはちょっと勝てなくないか。まあ、一応ミスターシニス、あー、しまった。スナップ乗るべきじゃなかった。ちょ、撤退撤退。ちょっと今のは無理。撤退します。ダメっすね。あぶねえ。いや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 、シニスターサベッジランドで埋まるのは無理だよ。次行きましょう。いや、速攻で決着ついたな。今回じゃああと2戦しようか。スタークタワーですね。スタークタワー、ボタン終了時、このロケーションすべてのカードパワープラスにする。エレクトラ一応出しとこうか、そしたら。お、相手はスタークタワー避けてくる。対象なし、アントマン。まあ、どっちしろこっちが先にめくれるから倒せなかったんだけどね。で、真ん中下水道か。じゃあ真ん中コロッサス出しておきましょうか。お、相手はスタークタワーに、ラクーン出す。なるほどね、と。最後の、ロケーションが、スターライトシタデル、ターン4終了時、各ロケーションのポジションを交換、は？各ロケーションのポジションを交換するってどういうこと？え、これ全部カード入れ替えるってこと？え、だとしたらちょっとこれ出せないんだけど。このまま終了？あれ、そういう意味じゃないのかな。勘違いしてる俺。そういう意味だとすると、ここも出せないんだけどね。各ロケーションのポジションを交換するだよな。いや、終了するしかないでしょ。いや、なんかロケーションの効果を俺が間違えてるならあれなんだけど、多分そういう意味だよね。あ、そういうことか。俺勘違いしてる。やっぱり。あ、ロケーションのポジションって何？入れ替えるって意味だと思ってた。バカ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 。うわー、ちょっと読み違えてる。どうしよう。もう下水道は取れないから。ファンタ。ファンタメデューサで一旦様子見よう。相手真ん中捨てて、俺下水道捨てて、スターライトシタデルの勝負っていうことであればまだやれるかもしれない。あ、まずい。シニスター出てくる。コロッサス。あー、リスが出る、リスが出る。はい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 。なるほどなるほど。真ん中は一応逆転、現状逆転してる。はい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 。これだと、ガモーラだと、これガモーラアントマンで勝負するしかないね。右はもう捨て。
相手がね、どっちに何を出してくるか次第だね。真ん中プラス4点だから19点。ガモーラの方は8点で同点になるんだけど、相手が何か出してきたとしたら追加で5点入るので、これで一応追いかけましょうか。あ、オンスローとガモーラが狙い撃って12点、同点になる。オッケー、アントマンで逆転。これ、あ、違う、ボそうか、逆転じゃないよ、同点だよ。しまった、21点25点か。うわー、やられた。そうか、ちょっと連敗してるな、前回のラストから。まあ、ちょっとね、場の効果を読み違えてたのが痛いね。ロケーションを入れ替えるっていうのは、ずらすって意味だったんだね。そうですか、そうですか。まあ、ちょっと知らんロケーションの効果をね、間違えて負ける分にはしょうがないかな。さあ、次行きましょう。3連敗してるか。ドリームディメンションですね。まあ、とりあえず、エレクトラ出してみましょうか、強気に。オッケー、これならナイトクローラー狙い撃ちできるので、最初はちょっと有利。ファーストコンタクトは少し有利。さあ、真ん中 X 地区、自分と相手のデッキランダムなカードに入れ替える。こういうやつね。一応真ん中コロッサスにしましょう。もう、ガモーラとジェシカ以外は何入っていくか全然わかんない。そして捕まった。ラストのロケーション、ニザベルリ、このロケーションのカードをプラス5する。キャプテンアメリカを右に出しましょうか、とりあえず。お、相手はパトリオット、パワー、コスト3パワー1、アビリティを持たない自分のすべてのカードのパワープラス2する。ほう、アッセンブル。さあ、どうだろうな。もう知ってるカードが全然入ってないからね。シャンチー、公開時このロケーションにある9パワー以上の相手のカードすべて破壊する。お、強いね、これ大逆転カードじゃん。で、ジェシカを右に出しちゃうとその後埋めにくくなるっていう欠点はあるので、ジュビリー4コスパワー1、自分のデッキのカード1枚をこのロケーションにプレイする。でもね、デッキに何入ってるか分かんないんだよね、これ。運ゲーすぎる。デッキに何入ってるか分かんないのは運ゲーすぎるから、左ジェシカか、左ジェシカでいきましょう。なんかうわーって言ってる。左ジェシカで行きますか。さすがにジュビリー右ってギャンブルだよね。デッキにマジで何入ってるか分かんないからね、これ。相手何持ってんだろう。あー、なるほど、それは強いね。あー、でコスト増えちゃうんだ。そうだ、7コスト。ドクタードゥーム出せねえじゃねえかっていうね。っていうか、ドクタードゥーム入ってるんだったらワンチャンジュビリーで。くっそ、ネイモアを壊しに行くか。多分相手ネイモア1枚で取る気。あー、でもそうか、ジェシカの効果発動しなくなっちゃうな、それもやだ。しょうがない、ジュビリーにかけましょう。運ゲーになった結局。あー、でもそこ出してくるんだ。初登場3コス、パワーマイナス3、グリーンゴブリン、公開時このカードの相手はこのカードのコントロールを得る。あー、相手の場を埋めつつ戦力ダウンしてくるってこと。あ、それはすごいね。それは危険だね。さあ、何が出る、ジュビリー。お、パワー5の、お、ちょっと待って、これ何、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 お、セラ、永続、自分の手札の全てのカードのコストマイナス1。やった、ドクタードゥームまた出せる。またっていうか、ドクタードゥーム出せれば、いけないかな。いけるような気もする。これ何？
ロナンザ・アキューザー永続相手の手札にあるカード1枚につきパワープラス2。あーは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 ー、まあでも各フィールドに5点ばらまく方が今はいい気がする。ドクタードゥームで勝負しましょう。11点になるからね、左も。何か出さないと逆転されちゃうけど、何か出すと念話の、火力は下がるよということで、これで勝てんじゃないかな。スナップしていきましょう。ちょっと負けすぎてっからね。あ、撤退した。ちょっとスナップのタイミング、下手で勝ってもね、加点が少ない。辛いね。はい、ということで、まあ、今回はね、ちょっと、ゴールドがね、遠のいてしまいましたが、この辺にしとこうと思います。ありがとうございました。よいしょー。